終わらない。絶対に変わらないよ。お兄ちゃん？びっくりした。まるで死んでるみたいに目を見開いていたから。起きてる？おはようです。風には気をつけないとね。そんなに悪いですか？顔色。ちょっと疲れてる風には見えるね。ええ、疲れているのは確かかもしれないです。それじゃあ、また後で。
お疲れ様です。夢のことを考えていたんです。はい、今朝顔色が悪く見えたのももしかしたらそのせいかもしれないです。朝はほら、当然夢の時間から近いじゃないですか。なんだか心がえぐられるみたいです。寂しいですけど、そう思うのは私一人だけのはずですから。他のみんなにとってはそれが当たり前の現実、そうなるんですよね。だったら私一人が我慢すればいいだけのことですし、私の知っている楽さは結局は本当のことじゃないんですから。生きている方がずっといいんですよ。でも実を言うと私怖いんです。人からの好意、ちょっとひねくれた考え方だとは自分でも分かっているんですけど、つまり智久が亡くなった原因がそれだったということです。さすがにあんまり考えないようにしていますけどね。
です。終わっちゃったね。うん。前から思っていたんですけど、千尋さん、そんなに図書院が好きなんですか？うん？どうして？だって終わっちゃったって言い方、そういう感じがするじゃないですか。好きっていうか、楽しいとは思うよ。楽しいですよね、確かに。だよね。京介くんは？青春野郎だね。これから時間ってあります？あるよ。じゃあ商店街に付き合ってもらえません？しました？このお店の名前変じゃない？だってこのゲーム機もうずいぶん古いよね。私あれからゲームのこといろいろリサーチしたからわかるんだけど、このゲーム機ってもう代名詞になっちゃってるんですよ。これで通じるんです。代名詞か、そいつは盲点。私の家に行って早速遊びませんか？ゲームソフトって結構高いんだね。最近のゲームは開発費が高騰しているそうですよ。だからかもしれないです。世の中銭や。ふん、へえ、爆弾をセットしていくんだ。うまい具合に逃げて相手を倒して最後に残った人の勝ちです。爆風を避ければいいんだね。よし、爆弾処理班になったつもりで行くか。コンピューターの動きはパターンですよ。
それじゃまた明日です。バイバイ。あ、そうだ、前にお願いしたことなんですけど、ほら、ヒョウのことやサンデーが撃たれた時のことで。そうですか、早く解決してほしいんですけど。心配ですからね、やっぱり。明日は私、誘われても遠慮しようかな。京介くんの気持ち次第だけどね。虫食いがまた始まったの気づいた？そう、とりあえず気がつかないとどうしようもできないからね。そうなの？だったらなおさらだよ、京介くん。後悔しないようにね。それは私にもわからないけどさ、何か良くないことが起こるんだとしたら、京介くんにはなおさら頑張な一日を送ってもらいたいよ。いつかお返ししてくれる？私は気長な方だから。